スウェーデンのカネルブッテシナモンロールは、イースト入りのパン生地を大きめの長方形に伸ばし、表面にバターを薄く塗り、シナモン、砂糖をまんべんなく振りかけ、ロール状に巻き、それを一人前ごとに輪切りにし、切り口を上にしてオーブンで焼いたものである。英語では、シナモンバンやシナモンスワールとも呼ばれている。北欧、中央や北、アメリカで浸透しているペストリーの一種である。 スウェーデンで発明されたと考えられている。焼き上がったものに、アイシングと呼ばれる、砂糖衣や、砂糖シロップ、北欧で、一般的なニブシュガーというごま粒状の砂糖、フロストシュガーなどをトッピングすることもある。シナモンロールの大きさは店によって様々であるが、小さいものは直径5センチほど、大きいものは直径10センチほどである。一番大きいものは、 フィンランドのコルバプースティで直径20センチ、重さは200グラムにもなる。その他、スウェーデンのカネルブッテやドイツのシュネッケンが有名。シナモンロールを主力商品とするチェーンストアもあり、米国のシナボン、カナダのシンゼオなどがある。日本では1990年代後半頃から一部のカフェや洋菓子屋に姿を現すようになり、徐々に普及した。現在では、 ポピュラーな洋菓子の仲間入りを果たし、至るところで販売されている。ありがとうございます。